復習問題。日本語教育における文系と助詞。1番目、全問正解です。OK です。動詞文、形容詞文の名詞文のどれか。見極めてるね。次の動詞の文系。何々が動詞。何々が動詞。何々が何々を動詞。何々が何々動詞。何々が何々と動詞。何々が何々の何々動詞。大体あってるけど、7番目。起きる。7番目起きるは、正解は、A、何々が動詞。私が起きる。あ、そうか。ああ、なるほどな。これ、私が、例えば8時に起きるとかに勝手にしてもらったから、C 選んだけど、私が起きるだけで意味が通じるから A でいいんや。私が起きるね。じゃあ8番目。は、押す。私が押す。A じゃないの?と思ったけど、答えは D。これは目的語を取らなあかんね。何を押すのってなるからか。私が、例えばドアを押すとかだから D。私、ん ?8 番。D。押す。D。何々が?何々と動詞。え?B でした、8番。押す。B っていうのは何々をやな、やっぱり。私がドアを押すとかね。あとは全部できてるわ。じゃあ次。各助詞の用法。あ、これ難しかった。何々、違うものを選べってやつ。これ、各助詞の用法。次の各助詞の用法で一つだけ異なるものを選べ。画角。こう合ってるわよ。選んだ3番が違うと。空が青い。画角。主体、対象を表す。空が青い。音楽は好きだ。ギターは弾ける。水は飲みたいじゃなくて。空は青いで。これだけ半にできたよ。死語で。空は青い。うん。主体。だから選んだ。OK ね。次。2番。家を出る。近くを散歩する。橋を渡る。トンネルを。を書く。動作の対象、移動の経路、起点ね。対象、経路、起点。ほら、家を選んだけど、位置が正解。家を出る。近くを散歩する。何が違うんや。家を出る。近くを散歩する。経路か。経路、起点、対象。橋を渡る。トンネルを通過する。経路起点。散歩する。橋を渡る。経路起点。対象。家を出る。経路起点対象じゃないから。経路でもない。起点でもない。起点やんの。家を、ちゃん、出る。近くを散歩する。経路。橋を渡る。経路。トンネルを通過する経路。家を出る。うん。5番。とかく。俺は1枚なんだ。姉とケーキを作る。弟と勉強する。母と殺す。とかくというのは、共同動作の相手や思考伝達の内容。3番だけ違う。母と口論する。共同動作の相手。思考、伝達の内容。共同動作やな。姉とケーキを作る。共同動作。弟と勉強する。共同動作。母と口論する。共同動作っていうかもう、何々とか。父と出かける。共同動作。母と口論する。違うね。うん。なるほどな。じゃあ、各助詞の用法、復習しとこう。画角っていうのは、主体対象を表す。を書く。動作の対象、移動の経路、起点などを表す。二角。場所、存在の場所、動作の到達点、時。呪術の相手、目的など。でかく。動作や出来事の起こる場所、道具。原因、理由、動作の主体を表す。からかく。時間や場所の起点、原料などを表す。とかく。
共同動作の相手や思考伝達の内容などを表す。へかく、動きの向かう方向を表す。よりかく、比較や起点などを表す。までかく、時間や場所の到達点などを表す。学習者が間違いやすい格助詞。学習者の間違いやすい格助詞の用法には以下のようなものがある。ジョンさんは北海道に住んでいる。北海道で住んでいるじゃなくて、北海道に住んでいる。ジョンさんは公園で遊んでいる。ジョンさんは公園に遊んでいるじゃなくて、公園で遊んでいる。で、にはいずれも場所を表すため混乱しやすい。原則として、では動作の場所、には存在する場所を示すことを指導する必要があるということですわ。じゃあこの問題どうなる ?9 番。秋は食欲が増す。俺は D 選んだよな。D ってね。でかく。選んだけど、答えは C。二角。あ、秋に食欲が増すか。そうやな。秋で食欲、秋に。そうやな。二角や。さっきので言うと二角ですわ、これは。ん?存在の場所、動作の到達点、時、呪術の相手、目的。秋に、どうする?秋に食欲が増す。さあ、次これ。主題の葉。問題がどんなんやったかというと、これややこしかったんやけど。次の文の命題を表す部分はどこか。なお必ずしもこの単位で切れるとは限らないっていう問題で。1、日本の近海で台風が発生した。そうだ。このそうだがいらねえな。日本の近海で台風が発生した。温泉でゆっくり休みたい。これタイじゃない。温泉でゆっくり休み。やな。うん。もしかしたら、同窓会に参加できないかもしれないじゃなくて、これは、もしかしたら、同窓会に参加できない。やな。うん。この店のラーメンがうまいんだよね、じゃなくて、この店のラーメンがうまい。やな。嘘を絶対につくべきではない。絶対にべきではないのではなくて、嘘をつく。OK。OK。ここまで OK。じゃあ、合格目指して、どんどんやっていきましょう。